阪神タイガース対福岡ソフトバンク。打席には4番バッター吉田。ヒットでランナーを一塁に置いています。まあここは長打を警戒して低め低めで来るでしょうね。ああそうですか。打ちました。センターへ抜ける。ホークスチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。打順は4番吉田。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち高い打球ライトが追い入った。ホームラン。同点のツーランホームランです。ソフトバンクホークバッターボックスは4番吉田。フォアボールのランナーが出ています。初球は何で来るか。打ちました。痛烈ファウルになります。ワンストライクです。打ちました。ライトセンター追いかける。ぐんぐん打球が伸びて入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。バッターボックスには4番吉田。フォアボールのランナーが出て2塁1塁となっています。まず変化球決まってワンストライク。低めにズバッと決まりました。ここはあっという間に追い込んでいます。アウトコース打ちました。取った。2塁送球アウト。際どいタイミングでしたが2塁フォースアウト。4番バッター吉田。フォアボールのランナーが出て満塁となっています。このボールは見送るのが精一杯。ストライクです。打った。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。ホークス1点追加します。ライトバッターボックスは4番吉田。ツーアウトながらランナー三塁一塁。まず何を投げてくるか。これではバットが出ません。ストライクです。打った。これはいきますね。頭上ぐんぐん打球伸びて突き刺さった。スリーランホームランが飛び出しました。大量ソフトバンク打ちに打ちました。大量